壁走り。以上ここで遊ぶんですよ。
動部部長、トラ車に乗り換えてから初めての、ヒルクライムの練習です。まあ、ここはねそんなに、しんどいヒルクライムじゃないのでそんなにね難しくはないと思います。まあちょっとね気を抜くとこんな感じで坂の途中で止まっちゃうので、ね、ちゃんとアクセル開けないと登れない場所です。まあ下がね平らで加速できるので、下で、ね、しっかり加速すれば多分ね普通にうちの部長だったら簡単に登ってくると思います。さあ林道部部長初めてのトライアルでのヒルクライムアタックです。ちょっとあいけるかな、まあ、アクセル開ければ登ってきますね。まあでも、うん、ちょっとねやっぱ下の加速足んなかったかな。なるなる。やっぱこれ基本的なヒルクライムセローとかねシェルパに比べるとだんだん全然楽っすねやっぱね。うん、やっぱこういうアクセルターンこういうのはやっぱシェルパとかより全然楽ですね。うん、クイックに行けてとても楽です。あいいじゃん、あいいじゃん、いいじゃん。びっくりするぐらいスマートでしたね今ね。足が届かなかった。さてここを下っていきますよ。この辺にこの溝に入っていくとしんどくなるのでうまくねキャンバーですけど、谷に落ちないように抜けていきたいと思います。どっちがいいかな。こっちの、あ、そっち行ける？谷からアプローチしてきましたね。ここで上がった。行ける？行けるだったら全然。あ、全然大丈夫です。トライアルあるあるね、マグネットついてなかったというね。キルスイッチのオフのままずっとキックを蹴り続けてたって5分、5分ぐらい頑張ってやってた。もう心配だと戻ってきちゃいましたよ。ありがとうございます。でもそこそこの話だと戻ってくるの。疲れちゃったよ。いいっすよ、休んで。
エボがねちょっとキックがね難しいんですよ。僕もこの前ちょっとやってみましたが、すごいキックが難しくて、今日は僕キック要員です。はい、キック要員です。はい。今日の僕の仕事ですから。